こんばんは。メイクアップ博士の福井美穂です。今日も博士のメイクアップチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はいつもより少し遅めの配信、9時45分からお届けしていますが、この時間から見てくださっている方いらっしゃいますでしょうか？見てくださっている方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄に見ているよというコメントお書きください。そして、このメイクアップライブの中で聞いてみたいこと、いつものメイクのお困りごとをこのコメント欄に書いていただきますと、後日このライブ配信でレッスンという形で皆さんにより詳しくわかりやすくお伝えしますので、ぜひ質問解決コーナー、メイクのお悩み相談室としてこの番組をご活用いただければもう博士はめっちゃ嬉しいです。最近ですね、よくですね、ファンレターやファンメールをいただくんですね。うちの会社に。お手紙をいただいたりとか、それからメールをね、いただいて、事務局、木下たちと、読ませていただいているんですけれども、この番組を見たことでメイクを好きになったとか、この番組を見てから、すごくこう、メイクが上手くなったとかね、他の方にもものすごく褒めてもらえるメイクができるようになった。メイクがとてもしやすくなりました。というのをよくご意見でご感想でいただいてますので、そういう方はやっぱりね、コメント欄を活用して私にたくさん質問してくれてるんですよね。で、私がこのライブの中で、レッスンとしてまたお答えするっていうのをやったりしています。今日のこの黒仕上げの眉尻を描く方法も、この眉毛の眉尻を描くのがすごく難しいですっていうご質問をいただいたので、それでね、すいません、カメラの角度が、ちょっと直していいですか？直すってこれ、関西弁なんかな？なんて言うんですか？皆さんのお住まいの地方でも直すって言いますが、きちんとこう、できる状態、故障したものを元の状態に戻すっていう意味ですけど、それ直すっていうのは、関西人だけでしょうか？ねえ、ということで、今日は、カメラもちゃんと戻りましたし、このコメント欄でご質問いただいた眉尻の美しい描き方について詳しく解説していきたいと思います。博士は今日フルメイクバッチリなんですけれども、思いっきり眉毛だけがありません。そして思いっきりお風呂上がりでございます。髪の毛が完全にお風呂上がりの状態でございますが、まあ、すっきり清潔な形でね、皆様にお届けできるんじゃないかなと思います。それではですね、早速コメント欄のコメントをご紹介していきます。ちげさん、こんばんは。お元気ですか？ともみちゃん、こんばんは。滋賀から見ています。ラーフです。ありがとうございます。早瀬さん、みゆ先生、こんばんは。かおりんです。見てます。今日も楽しみです。ラーフです。かおりんさん。ブラシをご注文いただいたそうで、8本セット。ね、完売したブラシが、もう限定数ですけれども、予約で先にお受けできる。ね、これね、職人さんが作ってるので、このブラシがね、12月のいつかわかんないですが、とにかく年内間に合うかというところなんですよね。うん、早くて12月と言われているのが、数量限定ですけれども、早めに、受注を取っておいていただいたら、その分もね、職人総出で頑張って福井さんのためならやるよというふうに言ってくれましたので、もう皆さんからもね、いつ入荷ですかっていうメールを全部説明したんですよ。うん、そしたらすごくね、理解してくださって、熱い思いをね、数がそんなに作れないのに、やっぱりね、今日、明日、明後日、この3日間限定で受注をお受けして、筆工房さんで一生懸命もう、ズワーってね、作っていただこうと思ってるんですけれども、その限定販売数も14日まで、一応14日の、夜23時59分までだったかな、受付する予定だったんですけれども、あまりに数が多くて、早めに締め切るかもしれませんので、カオリンさんもね、急いでセット。洗い替えもなんか注文してくださったとか言って、事務局木下たちが大変喜んでおりました。ありがとうございます。ねえ、皆さんもブラシをね、変えるだけでメイク上手になりますので、ぜひぜひご興味ある方、ちらりと見ていただければと思います。この番組の最後までご案内しますね。あ、まこさん、こんばんは。よろしくお願いします。あー、ともこさんこんばんは。見てます。ラブです。インスタも見てくださってありがとうございます。まゆみさんこんばんは。美しく眉を描きたい。今日はちょっとね、特にその中でも眉尻に注目をして、丁寧に描くやり方を教えて、お伝えしていきますので、よろしくお願いします。あゆみさん、元気ですか？元気ですか？あゆみ
さん、キレイ塾っていうメイク塾に来てくださっていました。あゆみさん、めっちゃ綺麗になったよね、あゆみさん。もともと綺麗だけど、もうぜひぜひね、お顔を出して、ご自分を前に出して、主役級の人生を歩んでいただければと思います。本当女優さんみたいに綺麗なアイコンお写真。今日はリアルタイムに間に合いました。ありがとうございます。ひろこさんこんばんは。ラブです。ひろこさんも今日もありがとうございます。今日もみお先生めちゃくちゃ華やかで素敵。ありがとうございます。ひろこさん思いっきりアイブロウだけがない状態ですが大丈夫でしょうか。ありがとうございます。はやせさん、かおるさん、講座で教えていただけるような濃い内容ばかりで楽しい。ありがとうございます。エリさんこんばんは。ラブです。エリさん。アムロちゃん世代に抜きまくり生えてこなくなってしまったので本当に眉毛だけは悩みがつきません。みお先生レクチャーお願いいたします。ということでもちろんもちろん今日はね眉毛の描き方を分解して眉尻だけに特化してお伝えします。みささんこんばんは。山口県からありがとうございます。よろしくお願いします。ルーランさん、ルーランさんアイコンの写真変わってる。より美しいお顔が前面に出て、ルーランさんらしい、すごく輝いてる写真。朝のメイク真似させていただきました。お、今日の私の朝のクラシカルな女優さんメイク、真似していただいていかがだったでしょうか。ルーランさん、べっぴんさんなので超似合いそう。いっこさんこんばんは。ラブでーす。眉尻テーマ嬉しい。そうそう、眉毛のテーマいろいろあるけど、今夜はね、眉尻だけに特化していきますよ。ゆうこさんこんばんは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。もう私の大好きな有田ポーセリンの近くのお写真でね、私は見るだけでね、またね有田ポーセリンを思い出してね、またまたコレクションしたくなってしまいました。なおみさん YouTube からありがとうございます。博士こんばんは。寝落ちするかもしれません。早めに行きますね。早めに終わるように行きますね。毎朝4時半マジですか。22時10時。私もヨガがあるんで結構早いものなんですけど、4時半は起きてないな。早寝早起き素晴らしく健康ですね。それはお仕事の関係でですか？早寝早起きのためですか？お子様の何かお弁当を作られるとかご予定が終わりになるでしょうか？超早、私ヨガを始めてから早寝早起きを心がけてるんですけど、どうしてもですね、やっぱりね、6時前に起きなきゃならないんですけど、結構毎朝、気合がいるんですけど、何か早起きのコツがあったら、ナオミさん教えてください。よろしくお願いします。あつこさんこんばんは。よろしくお願いします。あつこさん、ラーブでーす。ありがとうございます。かおるさん、ブラシ、超楽しみなんです。めちゃくちゃ気に入っていただけると思います、かおるさん、ブラシは。こんなにいいブラシが世の中に存在していたのかという感動を、カオルさんの人生の中にプレゼントできるブラシなので、ぜひ楽しみにお待ちください。ドドさん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。ナオコさん、こんばんは。よろしくお願いします。ラブでーす。あ、ドドさん、こんばんは。ミオ先生、ラブでーす。私もドドさんが大好きですよ。アケミさん、こんばんは。眉毛メイク、嬉しいです。ラブでーす。チェコさんこんばんは。今夜美容液たっぷりのホットアイマスクしました。どうでしたか？目元潤っています。ということでラブです。カオルさん、眉尻のレクチャーすごく嬉しい。ラブです。しほりさんこんばんは。しほりも眉が苦手です。楽しみです。ということで、いや今日めちゃくちゃ参考になりますのでね、ぜひぜひ最後までしほりも見ててくださいね。あゆみさん、みお先生ありがとうございます。汗をかくとすぐに眉尻が消えてしまいびっくりということで、今日はねちょっと眉尻もね消えにくい方法をお伝えしますね。みえこさんこんばんは。久しぶりにリアルタイム間に合いました。眉尻夕方になるとなくなってしまうので今日も楽しみです。ラブです。眉尻夕方になると落ちやすくなりますよね。若子さん、眉毛本体と書いた眉毛の境目が消えてる時あります。これねよくある悩みなのよ。よくある悩みなのよ。今日はちょっとね、博士はそこをね解決していきたいと思ってますよ。まさこさん、YouTube からありがとうございます。みお先生、こんばんは。魔法の下地落としてからも肌綺麗になりました。そうなんです。魔法下地はですね、この10月18日にまた10月分ね、限定発売なんですけれども、アルガンオールやフルーツの発酵エキスが入っている上に、温泉水 100% なんです。プラス、無添加。
いろいろ入ってる着色料とか香料とかね、パラベンとか鉱物油とかね、合成界面活性剤、そういった肌に負担がかかるものを無添加で作りましたね。で、とにかくね、メイク落とした後も肌調子が本当に良くなるんですよ。メイクしながらエステパックしてるっていう感覚で思っていただければいいんじゃないかなと思います。マーシャさん、こんばんは。今朝のアイシャドウの塗り方めっちゃツボでした。あれ、超時短でしょ。めちゃメイク下手でも大丈夫みたいな。今日は博士と同じ色を使いましたが、他のアイシャドウも試してみます。ぜひいろいろチャレンジしてみてください。リナさん元気ですか？岩手はお天気どうですか？もう寒くなってきた、こんばんは。眉尻めっちゃしていたいです。よろしくお願いします。コメントいただいて嬉しいです。ありがとうございます。では今日はですね、この番組をシェアしている間に博士からの質問は、そうだなそうだ、あ、しほりさんシェアありがとうございます。皆さんが、お悩みの眉毛の悩み聞こうかな。また眉尻以外だったらこの番組明日明後日内容決まってるけど、近々またお伝えできるかなと思いますので、眉毛に関するお悩み書いていただいていいでしょうか。よろしくお願いします。きぬこさんこんばんは。岐阜は大垣から見てます。岐阜でも何々の位置とか直すって言います。あ、言う、よかった、ラブです。昨日のみおさんの朝のインスタライブのコーヒーのろ過のが 30% オフで売ってた。マジで、あー、コーヒーの紙があるので迷いましたあれ便利だよ。紙なしできるからめっちゃ便利あれね。あずみさんこんばんは。ともこさん、魔法下地素晴らしいんですね。頑張ってゲットしたい。はい、ぜひ頑張ってみてください。10月18日夜9時なので、スマホ握りしめ、もしくはパソコンの前でメールが届くのを、待機していただければと思います。よろしくお願いします。では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 、シェア していきますので、ぜひね、この番組見ておられる方、眉尻の書き方ちょっとお友達なんかに教えてあげたいわと思われましたら、番組をシェアしていただけましたらとても嬉しいです。博士もね、自分の眉毛全くなし、眉毛裸で今ね、顔出しでやっているので、初めて見られる方にはちょっとショックが大きいかもしれませんけど、まあまあね、やっぱりメイク、顔何もしてない時がわかりやすいんでね、ちょっとシェアするのでお待ちくださいね。いやー、どうかな。ちょっとスマホでも映り具合をチェックしていきましょう。お、あ、いいですね、いいですね。綺麗に映ってますね。よっしゃ。どうやってシェアするんだったっけ、これかな、これかな。自分でシェアの仕方を忘れてるって面白くないですか。これだ。こう、できたー。今日はすごく早くシェアがうまくいきました。なんか、Facebook もね、たまにね、シェアがすごくしにくいとことしやすいときに分かれてるんですよね。お、あずみさん、眉は難しいので、パーツ別、嬉しいです。そう、細かく分解してみようと思って、眉を理想型にするための、特に眉尻のカット方法を教えてほしい。あ、また久しぶりに眉毛のカット方法やりましょうかね。ね、ラブです。あずみさんもありがとうございます。まさこさん、眉山が変なところにあり、平行眉が描けません。あ、ひょっとしてちょっと高いところにあるのかな。高さの揃え方もまたやりますね。眉山の高さの揃え方だけに特化してもすごく上手くなりますよ。ちょっとじゃあ、博士のネタ帳にまさこさんの質問入れさせていただきますので、スクショしますね。ちえこさん、片方の眉山のところに筋肉があって描きにくくて、上手に描く方法を教えてほしい。あ、ひょっとしてちえこさんと同じ悩みかもしれないね。お、早瀬さん、かおるさん、メイク講座ではフルメイクのみお先生しか拝見していなかったので、最初はすっぴんの先生に土衝撃でした。これ結構ね、私の周りでね、話題みたい。うん、あの人なんか、突き抜けていったなって言われてたみたい。ミオさん相変わらずぶっ飛んでるなって。私メイク業界でもかなりぶっ飛びキャラなんでね、あまり綺麗綺麗お気取り推しではないので、リアリティショーだから私。リアルなところ。ドキュメンタリーで生きてますから、なんですけど、やっぱりほら、すっぴんから見た方がわかりやすくない？メイクの変化って。ねえ。
ゆうこさんこんばんは。眉毛が左右差があるので均等に描くのが必死です。ああ、やっぱまさこさんと同じ悩みですね。ちいこさんも同じ悩みだもんね。きちんと描いても時間が経つと眉尻が消えてしまいます。消えない方法はないですか？あるのよ。ゆうこさん、あるんですよ。あるんですよ。本当にもう。ちょっと眉毛が消えない方法、別の時にやるね。ちょっとまた、博士のメイクアップメモ帳にゆうこさんのご質問も入れさせていただきます。カオルさん、今はキュートだなと思ってます。ありがとうございます。私はすっぴんがブッサイクなので、いつも悲しい。そう？カオルさん、綺麗ですよ。本当に、綺麗綺麗。なんか、自分の顔の、魅力発見講座とかもやってみようかななんて今思ってるんですよ。なんかいろんなことやっていきたいんですけどね。もう。みんな自分に厳しいけどね、意外とね、自分にね、自分の魅力は他人がね、気づいてくれたりするのでね、またそういう回も作りますね。一応これじゃあ、博士の、すっぴんが好きになる回をライブでもやりたいと思いますので、カオルさん、ちょっとまた博士のネタ帳に入ってください。あきみさん、先生がいつもおっしゃっている眉山からまっすぐカーブなど、どのくらいカーブしたらいいか加減がわからないんです。あ、これもいいね。確かにそうだよね。プロだとさ、カーブこれぐらいっていう、なんとなくがわかるけど、これもちょっとじゃあカーブも解説していきまーす。あきみさん、ツーショット撮るよー。博士のネタ帳いっぱい入る。あゆみさん、左右差を合わせるのが難しい。難しいですよね。結構今日は左右差ね、難しいという方多いですよね。ちせさん、こんばんは。ラブです。今日はちせさん。あれだね、忙しかったね。魔法ブラシの8本セットがすごかったんだよね。事務局のメールがいっぱいになって。ちせさんが今日棚卸しをしてたら、ラブ先生、すごいすごいとか、すごいなんか、メールがいっぱい来てますみたいなちせさんがおっしゃっていて、私とちせさんはすごく驚きましたが、驚きとともにね、こんなにもたくさんの方に、8本セットを愛していただいて、海の親の私は、本当に感謝です。ありがとうございます。きぬこさん、最近毎朝魔法ブラシで顔の輪郭のマッサージをしているので、顎周りがスッキリしてきました。ラブです。効くでしょ？マッサージ。眉尻の毛をどこまで剃っていいのか分かりません。短めの眉にしたい時とか悩みますということで、いや、ほんとね、顔の輪郭、上げ顔マッサージはバリ効く。バリバリ効きます。はい。カズさん、こんばんは。眉が上手に描けて一日気分よく過ごせました。毎日上手に描けるようになりたいです。眉山の位置が左右で揃わない。あ、これも結構さっき、だからやっぱ眉尻のこと今日やるから、今度眉山だけ特化とか、眉頭だけとか、カーブだけっていうのをやってみようかな。ね。ちせさん、今の私の思いつき、ぜひメモして LINE で後でください。番組で話しかけるっていう。ゆうこさん、こんばんは。眉頭に左右差があり、なかなかうまく描けません。だよね、だよね。ちょっと眉頭の左右差揃えるの、一回両つまみでやったんだけど、また復習でやってもいいよね。ゆうこさん、ぜひ、私のメイクアップネタ帳、撮影します。ひろこさん、左右差があって、片方は簡単に描けるのに、もう片方はいつも必死。ああ、あるよね。得意な方ってない？書きやすい方も皆さんあるんじゃないかな。マーサさん、左右で眉毛の長さが違うので、長さ調整しようとすると気づいたら超長い眉毛。それも面白い。そういう日もあるよね。うん。じゃあ、今日は、早速本題に行きたいので、音楽なしで行こうか。動画なしで本題を見ていただきましょうかね。こちらです。今日のテーマ、まるで化粧品広告のメイク。みたいに、プロ仕上げの眉尻が仕上がる方法です。では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 解説をしていきましょう。まずですね、眉尻にはどういう効果があるのかということをご説明していきます。これね、超簡単な一言。超簡単な一言ですが、ものすごく大事な一言を今から言いますので、皆さんしっかり耳、ダンボダンボで聞いてみてください。眉尻を描くと何がいいかというと、まず眉尻は横顔を美人に見せてくれるという効果があります。横顔を美人に見せてくれる。さて、この横顔、なんで美人に見えた方がいいかっていうと、正面顔はね、自分で見たとき自分が嬉しいんです。うん。
鏡見るときほとんどが正面顔を見てメイクするし、なんかあったらパッて自分の顔正面で見るじゃないですか。でも、人から見られる顔の角度は、横顔の方がよっぽど多い。ずーっとこうやって正面で。ずーっとこうやって正面で。人を見続けるっていうことは人間はやらないんですよ。威圧感がすごいから。なんで、ほとんどがちょっと斜め見たりとか、斜め45度ぐらいから見るということが多いです。モナリザの微笑みが有名ですけれども、モナリザも斜め45度で描かれています。昔は滝川クリステルさんがアナウンサーされていたとき、こんばんは、滝川クリステルです。斜め45度で非常に話題になりました。そんな風に人は斜め45度の角度で人の顔を見ると非常に安心するんですね。安心感がある。なんでかっていうと威圧感がないから。だからどうしても無意識で斜め45度から人の顔を見るっていう位置に自分が座ったりするので、この斜め45度もしくは横顔をきれいに見せるこの眉尻を美しく描いておくと、この人めっちゃ綺麗とか、表情豊かとか、あ、綺麗にメイクしてるね。身だしなみちゃんとしてるよね。なんかオーラが違うというふうに思ってもらえるんですね。正面顔は超綺麗にすることはとても大事ですけれども、どっちかといえば自分対自分の世界。眉尻は自分対人との世界を作っていきます。両方ともとても大事。自分とのコミュニケーションも大事だし、人様とのコミュニケーションも大事ですよね。やっぱりね、他人とのコミュニケーションをうまくやるというためにも、眉尻ぜひ大切に描いてみてください。おー、かずみさん、こんばんは、ラブです。しほり、目も眉尻を描くと横顔を美人にしてくれる。そうですよ。かおるさん、斜め45度。大事ですね。超大事です。まさこさん、こんばんは。魔法ブラシ、今4本持っていますが、来月、フェイスブラシ、チークブラシを購入しようと思っています。ハイライトブラシをクリームチーク用に使っているので、もう1本買おうか悩んでいます。洗い替えとか、用途別で揃えるっていう方も非常に多いですよ。クリームチークずっと使う方は、こっちはもうクリームチーク用にして、ハイライト用は別で持たれてもいいと思います。そっちの方が、ブラシがとても長持ちはしますね。ハイライトブラシいいよね。アイシャドウもグリグリやれば適当にやっても綺麗に入りますからね。では、今日のところのポイントを次にお伝えします。博士も早く顔に眉毛を描きたいです。まるでマロ様でございます。これはマロ様でございます。こうやったら平安時代の顔にならない。怖いよね。はい。では、今日のポイント。極細ペンを手に入れよ。ということで、今日はですね、眉尻が取れやすかったりとか、眉尻が苦手な方のために、博士、ニューアイテムをご紹介していきたいと思います。222日間もね、ほぼセザンヌの細心アイブロウについて、熱く情熱を持って、パッションを込めて語ってきましたので、こうなってくるとね、もうそろそろ皆さんも、ちょっとは描けるようになってきたかな。ね。お互い222日もやってると成長してきたと思うので、今度はね、次の段階に行きたいと思います。次の段階。皆さん、セカンドステージね、ステップアップ。これはですね、実はセザンヌには、さらに細い、超極細、細心アイブロウというものがあるんです。知ってました？こんなに細いの。見えない。芯が見えない。超極細、細心アイライナー。でもこれね、なんとお値段。お値段びっくりしますよ、お値段。いくらだ？そんなに自慢したのに値段がちょっと見えないけれど、おそらくセザンヌなので600円とか700円とか高くても1000円未満で買えます。超とにかく細いのが有名なあのブラシです。でね、これ初級編でなんでやらないかっていうとね、超細すぎてね、ボキボキ折る人がいるんですよ。なので、芯をね、ちょっとだけ出すっていう、このちょっとだけ出しができる方と、力を抜いて描くっていうのが描ける方におすすめなんですね。で、これは必然的に綺麗に描けます。なぜなら細いから。小回りが効くのでね、失敗しないんですね。で、2、払いを思い出す。これは、習字の時に習った払いです。皆さん、小学校で習いませんでしたか？習字のお時間。こうやって、水、シュッ。最後払いましょう。なんとか、さま、シュッて払う。あの、習字の払いをこの極細ペン、まるで眉毛界のメイクアップ業界のこうシャーペンですね。シャーペン並みに細い。
これを使うことでうまく描けるんですよ。今まで眉毛を描くのが難しいと思っていた方、救世主、ドラッグストアにいてます。でもこれね、なんかね、置いてるお店がね、少ないんですよ。なので、超極細、細身アイブロウを置いてるお店をまずは探してくださいね。はい。で、3番目、極細ブラシで仕上げてね、はい、メイク業界のね、救世主、もう一人いるんです。メイク業界の救世主、皆さんのね、極細眉尻をちゃんと描いてくれる。じゃーん。博士が開発いたしました。魔法アイライナーブラシです。8本セットの中にも入っていますし、単品でも販売しています。このね、細さよ。普通のアイブロウブラシってもっと太いでしょ。中にはこう斜めカットになってて、ぶっとくなってるやつがある。あんな。失礼いたしました。斜めカットのブラシちゃんではうまく描けない時もあるんでしょうか。あんなと言ってしまいました。すいません。斜めブラシちゃん、怒らないでね。でも、こっちの細身、超極細ブラシの方が描きやすいですよ。うん。あ、ひろこさん、超極細使ってまーす。めぐみちゃん、この前それ買おうとしてしまいました。いいよ、買って買って。かおるさん、ドラッグストア、数軒回ったのですが、極細がなくて、超極細だけだったんです。あ、じゃあ超極細買いましょう。あつこさん、以前間違えてそちらを買ってしまいました。これは上級なんですね。そう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 。まずはこの、ちょっと細い方で練習して、極細を加えてもらうといいですね。しほりん、メモ、セザンヌ、超極細アイブロウ、お習字の払いのように描く。で、こっちね、細いので、結構毛がある部分には、こっちの細芯の方がいいですね。この超極細は眉尻用でやっていただくといいです。では、早速やっていきましょう。ハイライトブラシ。これで、フェイスパウダーをね、つけてもらっていいですか？これに、フェイスパウダーをつけまして、こっちがいいか。眉毛の間をグリ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 と埋めていくと、化粧が、描いた眉毛が取れません。グリグリグリ、左右に左右に。こうしたらさ、ちょっと白っぽくなって、いかにも粉が乗ってますっていう風になってるんですけど、みたいになるんですね。で、毛はないけど眉尻の方も埋めていく。これでですよ。溶かします。まず溶かす。きれいに、さっき粉で密着する状態になってるので、溶かす。これでもう表面触ってみてサラサラになってだったらもう落ちません。多分ね、眉尻取りやすいという方、表面触ってもサラサラになるまで粉つけてないことが多いですね。私は乾燥肌なんで、この魔法師たちだけで今お肌仕上げてるんですけど、眉毛の部分だけちょっと粉乗せる日もあります。最近はそんなに暑くないので乗せないけど、真夏の汗をよくかくときは乗せてました。端っこね、毛がないとこも粉乗せましょう。見えるかな？で、いい、あった。細芯アイブロウを使って、まず、描いていきます。眉山から眉尻に向かって、小さく小さく左右に左右に動かしながら。これメイクレッスンで生徒さんに使ってもらってたときさ、ボキッとこうやって何回も折れる。これね、ちっちゃく動かすのがポイントですよ。毛を描こうと思って、こうやって一本一本描くのはすごく失敗します。一本一本描いたらはみ出すから線がいろんな方向に。じゃなくて、小さく小さく線ずーっとつなげたまま、塗り絵。塗り絵のイメージ。塗り絵。そして、最後、ここ来ますよ。腹いきますよ。一番尻尾払い。細。細い。描きやすいです。これほんと描きやすい。で、細くなるので、あとは縁取ってあげて、ちょっと今日は太めかなとかいう日は縁取ってあげるといいです。まずは一本線を描いてきて、シュッて払ってから太さを決めて。よしえちゃん、塗り絵間に合った。ありがとうございます。今夜もよろしくお願いします。
9時45分から始めると、ねえ、寝る方もいらっしゃいますし、でも見やすい方もいるのかな。カオルさん、超極細を使う前に講座でいただいた眉毛練習シートで練習すらいいですね。あれ折れやすいので力抜いてチュ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 ってちっちゃくやってくださいね。お、眉毛練習シートもそっか。カオルさん持ってるよね。メイク習いに来てくれてたからね。ちょっと、眉毛練習シートっていうのもいいので、メモっとこう。カオルさん、今日はいっぱい私のメモ帳にありがとうございます。いいね。うん。わかりますか？ここまでかけたら今度、この子が登場してきます。少し太めの細芯で描いていく。細芯の方がね、線も太く入るので効率よく描いていけますし、割とこっちの方が固めなので薄く仕上がるからぼかしていきやすいですね。博士、今さ、オードリー・ヘップバーンっぽい髪型にしたくて、前髪をめっちゃ短くしてみたらどうだろうと思って、お団子にオードリーってサブリナ？あ、ティファニーで朝食をの時に、こういうお団子にして、ここ高くして、今の私みたいにお団子にして、前髪がね、ちょっとだけちょろちょろって垂れてるんですよ。あれしてみたいんですけど、私がしたら変かな？超短い眉毛。今ね、悩み中。一回やってみたいけど、どうかなと思って。ここから、口紅とかアメちゃんとか出すのが夢なので、もうちょっと髪の毛伸ばしてお団子にしたら。で、その時に今みたいにグイって上げてんのもいいけど、ティファニーで朝食をの時のオードリー・ヘップバーンの髪型で、ピッ、ちょっと出てても可愛いなって思うけど、あれはオードリーだから可愛いよね。多分ね。あ、ヨシエちゃん、眉毛練習シート。ミオ先生のお顔と眉毛のデッサン、むちゃくちゃ上手。ありがとうございます。うん、うまく描けた感じ分かりますか？もう一回ちょっと払いのところを注目していただきたいので、一回溶かしてやってみますね。最後払いをもう一回やって整えたらいいんでね。ここよ、最後の払いをちょっと取って、はい、終わりで止めるとプチって切れるから、このね、極細ペンで一本、このようにしてあげて、毛が一本、超アップいきます。毛が一本、ここ消えるように、最後一本消えるようにっていうのが自然な眉毛にするコツなんですよ。ひろこさん、オードリー、前から先生と似てると思ってたので、絶対似合うと思います。似合うかな？大丈夫かな？こんなちっちゃい前髪なんて、しくじったらさ、もう直せないじゃん。長いと後ろにこうやって持ってオールバックにできると、短いとさ、どうなんの？あずみさん、先生のオードリーメイクで挑戦してみてください。あ、毎日がオードリー。よしえちゃん、みよ先生似合うよ。短め前髪見てみたい。似合うかな？私、あんまり前髪短くしたことないんだよ。でさ、おでこに傷があるからさ、これをこう3つほら、あるから、これがすごいちっちゃい頃、超いじめられたことがさ、私の心の傷となってさ、ずっとおでこを隠してたんですよ。ずっと前髪作って。で、こう、斜めに持ってきた時も、いかに、こう、この、自分のこの傷跡をカバーするかみたいなのやってたんですけど、年々ですね、いろんなことが平気になってくるんです。いろんな自分で OK になってくるから。博士の心臓にもだんだん毛が生えてきてね。そしたら、全然もう、何も、でもいいやってなってきて、見せちゃえってなってきて、これも私だみたいな、なってくると、結構短い前髪とかやってみたいよね。ゆうこさん、みお先生のお顔は踊りヘプバーンに似ているので髪型お似合いだと思います。大丈夫？え、いけるかな？ジャパニーズオードリーになれるでしょうか？はい。で、これで見ていただくと、まあ、綺麗にグラデーションがつきますね。太いブラシで仕上げたところ、太いと言ってもこれ細いけどね。細芯で仕上げた方は、ちょっと薄め。で、超極細芯で仕上げた方は、もっと濃いめっていう風にグラデーションもつけやすいです。ともこさん、先生のレッスンを受けたいと思ったら、どのように申し込んだらいいですか？最近、みお先生のことを知ったら何もわからないんです。あー、そう。私、今やってないんだよね。オンラインでしか。7日間の動画メイクレッスンっていうのを、欲しいとご希望の方にだけ、ご紹介するっていう方法をしています。
なので、ともこさん、もしその情報欲しかったら、事務局木下っちから、ご連絡させていただきますね。それ、内容を見てもらって、嫌だったら無理して受けなくていいって、いいと思ったら受けてみてください。お願いします。じゃあ、みお先生のネタ帳の中にともこさんメッセージ入れます。あとで木下っちから、Facebook でメッセージしてもらいますね。案内ページがあるからね、動画レッスンの。みえこさん、オードリー・ヘップバーン前髪みお先生なら似合います。楽しみにしてます。似合うかな？まあ、嫌だったら、カチューシャかなんかで止めたらいいか。よしえちゃん、短め前髪は跳ねるのだけ気をつけてください。あ、よしえちゃん、やったことあるの？私、前髪くせ毛やからね、ちょっと美容室で相談してみる。ジャパニーズオードリー目指してください。ありがとうございます。最後にはね、黒柳徹子。うん。私、自分のね、ロールモデルを黒柳徹子プラスオードリー・ヘップバーンって決めてるので、最後は髪型がどんどん大きくなっていって、こっからいろんなもの出してみた。カオルさん、先生、セザンヌのアイブロウは何番ですか？あ、これはね、ナチュラルブラウンで、細芯の方はね、03番です。この色が一番おすすめですよ。あけみさん、オードリーの前髪、少しウェーブがかかってましたね。そう、ウェーブを再現できたらいいけどね、短くてウェーブね。美容師さんの腕にかかってるよね。柔らかい雰囲気が増してお似合いだと思います。ありがとうございます。なんかこう、ちょっと短めでふわふわってして、アップにしたら可愛いかなとか、ふわふわっとしてポニーテールとかも可愛いかなとか、いろいろ考えています。では、このままだとやっぱり色が、どうしてもこの描いた部分と黒い毛の部分が揃わないので、これをアイブロウパウダーで埋めていきます。河原さん、色場ありがとうございます。でね、さっきなんで私が斜めカットのブラシをあんなブラシと思わず私の、私の中にはですね、ちっちゃいおっちゃんが住んでるんですね。ちっちゃいおっちゃんがね、たまに出てくるんです。ちっちゃいおっちゃんは何でもはっきり言ってしまう。もう悪気はないんで許してあげてください。そのちっちゃいおっちゃんが穴なめのブラシ使ってたらあかんでっていうのはなんでかっていうと、毛が抜ける。チークブラシとかは柔らかいものがないとシミになるよってお話もさせていただきましたけど、硬いブラシはね、毛根が傷んで毛が抜けます。結局年齢重ねた時に毎日の刺激で、なんか私若い時すごく眉毛がふさふさあったのに眉毛が薄くなってきたわーっていうことになってしまう。やっぱりね、ある毛はそのまま生かしたいんですよ。なんで、柔らかいブラシで、もう本当に眉毛に負担がかからないように優しくメイクをしてください。あと、柔らかい方がね、グラデーションがつきます。一気に色が濃くつかないんでね。お、あけみさん、頭から物を出すと、千と千尋の神隠しの湯婆婆を思い出す。湯婆婆さ、面白かったよね。リナさん、ミオ先生の前のグラデーションがずっと気になってました。この時間で本当に良かった。あ、リナさん遅い時間の方が見れるんだ。お顔の傷は気になりません。ありがとうございます。なんか自分が気にしなくなると気にならないね。ヨシエちゃん、222回オードリーになってください。いや、なりたいわ、222回。でも222回目はね、ヨシエちゃんがね、超喜ぶことで、ヨシエちゃん、ああってなると思うから楽しみに見てくださいね。一応222回目、10月14日は、夕方5時から配信できたらいいなって思ってます。ゆうこさん、眉毛の色は髪の毛の色はその時のメイクにもよると思いますが、基本的に黒か茶色かどちらがいいでしょうか？私は茶色系で描いてるのでしょうか？これはですね、この黒目の色が茶色い方は茶色がいいです。黒目の色が黒っぽい方は、まあ、グレーで描いてもいいけど、大体ね、日本人のこの目って、焦げ茶から茶色なので、焦げ茶か茶色ぐらいでいいと思いますよ。ともみちゃん、以前、みお先生が眉毛のカラーは目の色に合わせると目が大きく見えるとおっしゃってました。そうなんです、そうなんです。こっち、瞳重視でやると目がパチッと大きく見えます。いっこさん、魔法アイライナーブラシの先がバサバサに広がってしまってるのでしょうか？治らないでしょうか？一回洗ってみてください。シャンプーつけて、何でもいいから、これコップとかに水とシャンプーをつけて、シャ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 ってやって、まあ、本当は金具につかない方がいいけど、これちっちゃいからつくので、それでシャ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 ってもう一回水ですすいで、しっかりこう、ティッシュでね、水気を取って置いといてあげてください。そうすると治ると思います。じゃあ、ベラベラ喋ってすいません。これしましょう。私は最近、パールが入ってて、
眉毛を柔らかく見せたいので、エクセルのスキニーリッチシャドウばっかり毎朝インスタでも使ってます。これ大好きです。これの濃いやつ。よいしょ。お、この細いからとにかく勝手に細くなるからね。鉛筆を持つみたいに持っていただいて、ちょうど金具と白い柄の部分の、継ぎ目でね。ここ目印なんです。持ち手のどこ持ったらいいか。こうやって、本当のシャーペンとかみたいに中で持つとすごく色が濃くついて、後ろで持つとコントロールができなくてゆらゆらするので、ちょうど金具と白い木のとこの間に指がこう来るように目印にしてください。誰かがまたソファー書いてますよ、ほんとね。誰だ？お、花様でございます。花様が書いています。で、眉尻をシュッと。シュッとやると、ほら、超細い眉毛のまま、色が整うんですよ。これが斜めのならないし、斜めのやつでやったらマジ毛が抜けるからやめといた方がいいです。あ、まゆみさん、こんばんは。まゆみさんも夜遅い方が見れるのかな。ちせさんはね、9時からでも見れるって言ってたけど、まゆみさんは、お忙しいもんね。まゆみさんはね、魔法ブラシとか、魔法メイク、魔法下地の発想をしてくださっている私の大切な仕事仲間のまゆみさんです。すごくね、しっかりしていて、いつもね、私のお母さん的存在です。めっちゃ頼りになる。りこさん、金具が気になってましたが、やってみます。ありがとうございます。そうそうそう、やってみてください。で、次に、この、ちょっと濃いめのベージュね。これを取って、今手でなじませてます。で、前頭を残しておいて真ん中を塗りつぶす。で、一番が、この、一番ハイライトの横の明るめのベージュを取って、前頭。で、相当綺麗にグラデーションがつくんですよ。これ私説明しながらやってるから長くかかってるけど、本当はもっとささっとできますからね。まさこさん、若い頃から眉毛の毛抜きをしていたのでボサボサです。綺麗に整えたいのですが、自分では無理なのです。ああ、まさこさん、今ね、眉毛カットサロンも流行ってるので、結構ね、安い値段でやってくれるところがあるから探してみられたらどうですか？プロにやってもらうとすごく、やりやすいですよ。で、これを外から中に、違う、間違えた。中から外に溶かしていくと、パウダーと毛が馴染んで、綺麗なほら、横顔、美人になれます。うん。違い分かりますか？こうやってなんか、ただ毛があるだけの状態と。細く眉尻が終わっていってると、なんか、メイク綺麗にできてるねって感じしますよね。あずみさん、早速8本ブラシセット注文しました。おー、ずっと欲しかったので、届くのが楽しみです。11月が待ち遠しい。さっきコメントくれたまゆみさんが心を込めて、本当に綺麗に梱包してくれるんですよ。なんと、まゆみさんにはこだわりがありまして。最近さ、なんか注文して物が届くときとか、全部自動化されててさ、住所とかお名前とかさ、シールで貼られてない？印刷したの。それをまゆみさんはね、手書きでやりたいって言って、心を込めて手書きで皆さんのお名前とかご住所書いてくれてるんです。まゆみさん、お母さん。そう。年血が近すぎるよね。お姉さんって言えっていう話だね。お母さん、お姉さんだね。まゆみさんはお姉さんだ。お姉さん。うちの会社の長女だ。リナさん、めっちゃ違う、すごい。そうそう、全然違いますよ。リナさん、魔法ブラシ8本セット、早速注文したいと思います。あ、じゃあ、この番組の、もうすぐ終わるので、最後に、限定の8本ブラシセットの注文ができる QR コードを、ご紹介しますね。カオルさん、おー、眉美しいです。そうなんです。ペンとブラシ変えるだけでこんなに変わるんですよ。お、ヨシエちゃん、ミオ先生がエクセルをよく使われるので購入しました。まだ届かない。あー、そっかそっか。なんかね、今ね、きっとヨシエちゃんの元にエクセルが羽を伸ばして、うわ、ヨシエちゃん、もうすぐ行くよって、こう白い綺麗な羽を飛ばしてくれてますよ、きっとね。はい、ともみちゃん、今日もありがとうございます。じゃあ皆さんですね、ぜひぜひともみちゃんのテキスト、
写真撮ってくださいともみちゃん、今日もすいません、本当に毎日毎日書いてもらって、そしてこうやってともみちゃんテキストから私の眉毛だけが出るとさ、すごいわかりやすくない？ before これいいね、ともみちゃん、ちょうど眉毛だけ見る、after、 こっちでこんにちはって来られるよりさ、やっぱりこっちで来られた方がさ、おー、綺麗にメイクしてるって感じしますね。遠く離れてみましょう。眉毛だけを出して遠く離れてみると、余計にほら、遠くから見たら全然存在感が違うよ、これ。おー、わかりやすい、ともちゃん、ありがとう。はい、では続きをともちゃんが書いてくれています。写真撮れましたか？皆さん写真撮れてますか？大丈夫かな？お、まさこさん、魔法ブラシの宛名、手書きで届きました。感動しました。ねえ、感動しますよね。私もエクセル購入します。ありがとうございます。おー、みえこさん、まゆみさんにコメント嬉しい。まゆみさん、いつも丁寧な、発想ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。今度またね、11月、まゆみさんもこの番組ゲストで出てくれるんですよ。いっこさん、まゆみさんもラブです。嬉しい。これはね、もうちょっとまゆみさんがね、今見てるかどうかわかんないので、ちょっとまゆみさんにスクショして送ってあげよう。こんなに皆さんに、言っていただけたら超喜びますよ。本当に時間とね、手間暇をかけて、心もかけてやってくれて、ちょっとすいません、スクショします。まゆみさんに送りますね。OK! あずみさん、今日のエクセルは01ですか？03、どちらがおすすめですか？私はね、あずみさんね、秋はね、03にしてる。ちょっとピンクがかってるので、血色がよく見えるかなと思って。めぐみちゃん、みお先生、昔アイブロウが04だった気がするのですが、03に変わったのは何でしょう？明るい方がいいから、ご近所に極細しかないので試してみます。あ、なんかいろいろ使ってみて結構03がいいなと思いました。04も持ってるけど、私もあれかな。少し気分転換かな。おー、たくさん。あつこさん、眉毛だけすごくわかりやすいですね。ともみちゃん、ありがとうございます。ね。今度ちょっといろいろやってみましょう。ともみちゃん、ありがとうございます。ほんと。ちせさん、まゆみさん、私も頼りにしてます。まゆみさん、私たち二人にめっちゃ頼りにされてる。お姉さんだ、お姉さん。まゆみさん、見てくれてた皆様、ありがとうございます。ね、感動の涙。ちせさん、ともみさん、いつも素敵なテキスト、ありがとうございます。お、ちせさんからともみちゃんにラブデスコール。あつこさん、まゆみさん、番組出られるの楽しみです。今のところ11月の、いつやったっけ、あれ。今日打ち合わせしたんですよね。前にコメントで、まゆみさんとちせさんとライブしてほしいっていうのがあったから、あ、じゃあ3人で一回ちょっとやってみようよっていうので、3人でね、ライブをしてみます。はい。もし、まゆみさんかちせさんに言って覚えていたらコメント欄に書いてもらっていいですか？また頼る。ともみちゃん、まゆみさん、いつも丁寧に発送していただいてありがとうございます。いつも届いた U パック、開封するのがすごく温かさを感じてワクワクします。ラブです。ということで、ともみちゃんから、まゆみさんにラブです。コール。かおるさん、手書きの伝票書きすごく大変ですよね。ありがとうございます。そうそう。本当にすごいよ、まゆみさん。ものすごい数の時も、手書きで。中の、納品書って言って、この商品送りますねって納品書があるんですけど、あれもね、一応ね、デザインがあるんですけど、まゆみさんは、小塚っていうんですね、小塚まゆみさんっていう、その小塚、担当小塚っていうのをちゃんとね、手書きなんです。ああいうの、印鑑ポンポンって押してるの多くない？担当何々じゃなくて、まゆみさん手書きなの。あ、そうだ、11月3日です。夜の8時半だったよね。夜の8時半から、ちせさんとまゆみさんと3人で、連休の最終日、お届けしますので、よかったら見てください。3人の、まあ、大体私がいつもアホな話をして、2人が、あははって笑ってるみたいな感じですけれども、どういう気持ちでね、魔法ブラシとか魔法下地とか発想してるのかなとか、お二人の、生き方で大事にしてるところとか、お仕事で大事にしてるところっていうのを私がね、インタビュアーとなってインタビューさせてもらいたいと思います。楽しそうでしょ？でね、そうだそうだ。今日は、8本セットのご案内をしたいときなので、ベラベラ違うことを喋ってしまった。
これだったっけ？あ、違った。メルマガだった。ちせさんが作ってくれたのにな。これか？あ、あったー！これです。魔法メイクブラシの8本セット。ただいま、限定受付中ということで、職人さんが一生懸命総出で、工場総出で、作ってくれます。それをでも、間に合わせようと思うと結構数がやっぱり限られてくるので、この12、今日13、14日まで3日限定で受付をします。ちょっと思いのほか今すごく初日のこの12日に、ご注文いただいていますので、ひょっとしたらちょっと14日まで持たないかもしれないので、まだわかんないんですけど、予約も完売っていうことがありますから、早めにご注文をなさってみてください。この画面をスクリーンショットしてください。この画面をスクリーンショットして、LINE の友達追加に行って、QR コードの読み込みのところに行くと、画面にね、このお写真がね、ちょっとちっちゃく出てくるんですよ。その写真をポチッと押していただいたら、予約ができる。予約受注が、受注の受付？予約の受付ができる画面に、進むことができますので、ぜひ行ってください。はーい。いっこさん楽しみにしています。そうそう、3人のやつね、ぜひぜひ。あつこさん、11月3日ですね。メモメモということで、そうそう、私たちの、まあ、ほぼほぼ私は、お笑いみたいなこと言ってるだけかもしれませんけど、2人はね、とてもね、真面目でね、それから、真剣でね、心を込めてやってくれていますので、ぜひ、見ていただければと思います。よしえさん、よしえちゃん、まゆみさん、素晴らしい愛のある梱包ありがとうございます。ちせさんのメッセンジャーもいつもありがとうございます。3人のライブ楽しみにしています。羨ましい。よしえちゃん、羨ましい。なんか羨ましい。ありがとうございます。では、ブラシのご案内ができたので、魔法師たちもね、その、ブラシの14日の4日後か、今週末、に、限定発売になりますので、魔法ブラシもちょっとご案内しておきます。魔法ブラシは、魔法下地だ。魔法下地は入荷お知らせメールにご登録の方しかちょっと、販売ができないんですね。何せもう3500名様ぐらい入荷お知らせメールに登録していただいているにもかかわらずですね、私が成分にこだわりすぎてしまい、そんなにいっぱい作れないので、ちょっと毎回、募集から前20分とか30分で売り切れてしまいますので、一般の方にはあまりお知らせできない形です。これこそ数量がすごく限定でしか作ってないので、ですので、10月18日9時から販売までに、こちらの画面スクリーンショット撮っていただいて、LINE の友達追加、それから QR コードの読み込みをなさってみてください。魔法下地の入荷登録は、メールアドレスとお名前を登録していただけましたら、魔法下地の発売の3日ぐらい前かなに、もうすぐ18日ですよっていうご案内と、それから当日夜9時に、今ここで販売ですよ、さあどうぞっていうメールをお届けしますので、ご活用いただければと思います。はい、皆さん今日もありがとうございました。今日はヨガがないのでちょっとゆっくりお届けしました。カオルさん、魔法ブラシ8本セット予約の入力フォーマットになっていました。確認画面、から、確認画面合ってんのかな？これで合ってるのかな？リナさん、なるほど。すぐに注文しんと、そうなんですよ。そうなんですよ。注文をね、していただけたらと思います。予約で合ってるよね。予約で合ってるよね。私が間違えて言ってたらすいません。予約で合ってますか？ちょっと自分も読み込んでみようか。番組中にちょっと面白いから読み込んでみますね。これか。こっちだね、こっちだね。魔法ブラシと予約か。分かってないという。お、近づいてください。こうやるのね。私のカメラ、これこうやって読み込むの？私ができてないって。誰かできる人いますか？また頼む。スマホでこうやったらさ、読み込みできるんだよね。近づいてください。これ近づいてないことになってるの。あ、いけたー！読み込めたー！あ、そう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 。この魔法メイクブラシね、8本セット。こういう画面に行ってお名前とかを入れてもらうっていう画面に行くことができまーす。ちせさんがこれ全部作ってくれてるんですよ。あ、りなさん、なるほど。すぐ注文。そう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 。
よしえちゃん、携帯用のブラシもお待ちしてます。そう、赤、今のとこ赤が大人気。うん、で、赤のね、容器が、どれぐらいの数が用意できるかを、今、ブラシ工房に聞いてます。あんなもね、容器もね、いくつでも作れるもんじゃないの。塗料に、素材にこだわったりすると。スポンジもお待ちしてます。そう、スポンジ作りたい。よしえちゃん、スポンジ作ろう。かおるさん、そうです。入力後に確認画面で予約依頼。あ、そうなんだ。かおるさん、iPhone はカメラアプリで読み込みできます。そう、やっとできたわ。私もやっとできた。ゆうこさん、注文しましたが、支払い画面に行って選択しないと完了しなかったです。あ、そう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 。どんどん進んでいってね、支払い画面に行って選択っていうのが、完了しないと、途中で終わらないように、なさってみてくださいね。はい。それでは、皆さん今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。明日はですね、私、夜ラジオ。ヨガの先生と一緒にラジオ、友達のラジオに出るので、明日のね、配信はね、なんとお昼にやります。お昼というか日中、3時ぐらいかな、3時ぐらいにできたらなと思っています。インスタは私のネイルサロンのネイリストさんと一緒にインスタでネイリストさんをゲストにして出ます。明日はね、ネイルの話をインスタではしますよ。インスタがだいたい1時45分から2時15分くらいまでの間考えてるんですけれども、インスタその間見れる方はぜひ、お手手のケアの話しますので見てください。まさこさん、魔法師たち、6月から週4日使っていますが、まだちょっと残っています。ワンプッシュで綺麗になるし、夕方まですべすべで、綺麗、ありがとうございます。嬉しいな。あれはね、コスパが最高なんですよ。8800円って高いっていう方いるんですけど、高いって思ってたけど、めっちゃ良かったって皆さんおっしゃって、なんでかっていうと、これ一本で済むし、なんせ長持ちするので伸びがいいから、コスパが最高なんですね。はい。じゃあ、意外とだから安かったっていう方多いですね。まさこさん、魔法写真について書いてくださったので、ツーショット撮りましょう。ありがとうございます。それでは皆さん最後までご覧いただきまして、本当に今日もありがとうございました。夜遅くまでお付き合いいただいて本当に心から感謝しています。明日もいい一日になりますように願っています。それでは皆さん大好きでーす。ラブでーす。またねー。また明日ー。